公約を守らない人が受かっちゃうのはなんか長期的に見るとどうかなと僕は思うんですけどね。よくわからない構造なんですよね日本。法とコスパ以外の価値観を持つ人は食べる前に何か言うっていうのにしたんですけど、これ別に大した話ではなくて、いろいろ考えた末に、食べる前に何かを言う人というのは、何らかの、日本を置いときますよ。日本を置いといて、宗教的な価値観を持ってる人以外、食べる前に何かを言うってないんですよ。まあ、日本人って、いただきますって当たり前のように言うじゃないですか。で、じゃあ、いただきます的なものが、他の国にあるかっていうと、あんまりないんですよ。あるパターンだと、大体、宗教系の人なんですよ。今日のそのご飯だったりというのを、神様がこの食卓の上に用意してくださっていたので、ありがとうございますっていう、こう、宗教的なお祈り系なんですよね。フランスだと、そう、ボナペティって、作る側が、どうぞ、食べてください的な感じで言うんですけど、食べる側が言うのっていうのが、実は、宗教的な言葉以外、あんまりないんですよ。僕が、軽く、なんか、知ってる限りでいくと。まあ、キリスト教の人のアーメンだったりとか、あとなんか、イスラム系の人とかもお祈りしたりするんですけど、他の国にで、日本の場合も、じゃあ、いただきますって何なのかっていうので、農家の人に作ってくださってありがとうございますっていうパターンのいただきますと、あと食材である牛や魚とかの命をいただきますという、動物に対する感謝の気持ちみたいなのの、二つに多分分かれるんですよ。いただきますの意味っていうのが。で、じゃあそれが何なのかっていうと、まあ日本人の人はいただきます、命をいただきますっていうのをすごく当たり前にやるんですけど、他の国の人たちから見ると、その感覚というのは宗教です。要するに牛とか魚とかにも魂というものがあって、それをいただいているんだから、いただいた魂に関して感謝をすべきである。で、それを言葉にするっていう、生き物にも同じ魂があるよねっていう、仏教とか、あと、八百万の神的な信教だったり、アミニズム的ななんかいろんなものにも神様がいるよねっていう、宗教的概念のモラル的なものによって、割とこう、いただきますというのが当たり前だよね。で、子供って多分日本だと、いただきますって言いなさいっていう教育を受けると思うんですよね。要は、いただきますって、じゃあ、言わないと何なのっていうと、別に何にもないんですよ。まあ、いただきますって言わないと何か起こるかっていうと、何にもないんですよ。何も起きないんですよ。まあ、僕が知る限り、いただきますと言わなかったことで何も起きなかったので、まあ、いただき女子もね、おじさんいただいてるのかもしれないですけど、はい。なので、実は宗教的な感覚っていうので、いただきますというのを言っていて、で、その宗教的感覚が当たり前になりすぎていて、常識とか礼儀だと思っちゃってるんですよね。要するにいただきますっていうのが礼儀だという場合であれば、礼儀作法というのは、礼儀作法を見せる相手がいるときに成立するんですよ。要は、マナーとか、礼儀作法とかって、必ずそれを見る人がいるときにこうやってくださいねっていうもので、誰も見る人がいないときにやるのは、それは礼儀作法ではなく儀式なんですよ。例えば神社に行って手にこう水をかけてこうお祈りをするっていうのをこう皆さんやると思うんですけど、皆さんやんねえか日本の人だと、お上手って言って、そのなんか神社になんかこう水道水がブクブク出てるところがあって、でそこにこう木でできてる、まあたまに金属のもありますけど、ひしゃくで手をまずこう洗って、でこうもう一方の手に耐えて洗って、こうで最後にそのひしゃくの水をこう縦にするんですよね。で縦にすることによって、上から流れてくる水でその柄の触った部分も洗うっていうのをやって、でそこからこう手をきれいにした状態で神社の方に寄ってお祈りをするっていうのが、一応これもルールにもなってないし、多分やらないといけないというわけでもないと思うんですけど、一応その作法として誰も見てなくても多くの日本人はやるんですよ。で、これって儀式なんですよ。別に本当に手が汚いから洗ってくださいみたいな、なんか汚い手で触らないでくださいみたいな、そういう話ではないんですよ。トイレに行った後には手を洗いましょうみたいな話ではなくて、あくまであれは儀式なんですよね。その後にじゃあ神社に行った時に、こう、お祈りをするときに、こう、かしわ手を1回なのか2回なのかとか、頭はいつ下げるのかとか、鈴を鳴らすのは何回なのかって、あれ、適当なんですよ。あれ、何でもいいっすよが正解なんですよね。習慣によってはこれにしてくださいってなるんですけど、神社的なところだと神社によって違うとか、で、神社によっては別に何でもいいよ、みたいな感じで、実はお祈りをするという一番大事な部分の儀式は、やり方決まってないんですよ。神様にお願いしますっていう、お祈りのクライマックスって
というか、そのお祈り自体に儀式の方法が実は決まってなくて、で、手を洗うところは結構ね、どの神社でも共通で、そこは一緒みたいな。だから、儀式としてはね、実は手を洗うの方が常識として共通化されてるっていう、なんかよくわからない構造なんですよね、日本。出雲大社4回なんだ。出雲大社1回も行ったことないですよね。あ、そう、なんか、二礼二拍手とか、そう、二礼二拍手、一礼が基本っていう。まあ、これ割とね、多分ね、インターネットが流行って以降、二礼二拍手、一礼が基本っていうホームページがいっぱい出て、で、それが当たり前なんだよねっていう風に言い放つ人が増えたっていうことだったんですよね。結局、僕が割と子供の頃とか、別にそんなこと言われたこともないし、周りの人がやってるのを真似してるとかなので、多分地域性なんだと思うんですよね。要は、もともとこの神社はみんなこれでやってるからこれだよねっていうので、そもそもいろんな神社に行くということがあんまりないんですよ。基本的にその自分の近所の神社に行くわけじゃないですか。だからうちのだと霧ヶ丘の方だと諏訪神社っていう神社があって、なので年越しとかになると諏訪神社に行きますと。で、諏訪神社に12時ぐらいにこう行くと、なんか諏訪神社ね、金なかったんだよね。だから百八つの金は聞いたことなかったんだけど、まあとはいえそういう感じでこうでみんながこうお金をお賽銭を入れてこうお祈りをするっていうのがあるんですけど、お祈りも前の人がやってるののなんとなく真似をするっていうのでみんなやってるので、だいたい毎年毎年ずっとそこに住んでる人ってみんな行くので、なんかこういう感じだよねっていうのを順番にやっていくからみんなそれを真似するんですよ。確かね、お焼香もね、あれ回数決まってないはずなんですよ。お焼香もなんか2回がいいとか、なんか1回で十分みたいな、なんかいろんな、お焼香って知らない人に説明すると、人間が死んだ時に、なんか箱に詰めて、で、ハゲたおっさんが、なんか謎の言葉をこうずっと言い続けるっていうのを正座して聞くっていう謎の儀式があるんですけど、それの時にその死んだ箱に入ってる人の前に行って、お香という匂いの出る木片だったり、そのなんか香りの出る香料だったりが混ざってるようなものを、こう火が立ってるところの上にこうパラパラと置いて、でそれが燃えて匂いが出るっていうそういう儀式があるんですけど、その儀式の時にこれをなんか何回起きたらいいのかっていうのが実はね、あれもねよくわかんないっていうのがあって、でそのお坊さんっていうハゲたおっさんに聞くと、その本人がその死んだ人に対しての思いを思う時間がその大事なので、それは何回でもいいですよ、その人によりますよって言うんですけど、だいたいこれ正解、人が多いと1回でいいだ本来であればこう人に祈る時間なんだから、こうつまむのはなんかこう長い時間を使ってその亡くなった人個人を偲んだ方がいいよねとかあるんですけど、有名な人とか知り合いの多い人ほど葬式に出る人が多いので、目の前でこう3回とか4回とかなんか10回とかやってるとマジうぜえってことになるので、ほんで坊主的にもさっさと終わらせたいのでマジ勘弁してよみたいなことになって、割とこう1回って言われることもあるっていうのもあったりするんで、何の話をしたかったかというと、要するに儀式というのは結構適当ですよって話をしたかったんですけど、でその宗教的儀式が日本の中では結構ルール適当なんですよ。にもかかわらず、いただきますという言葉を言うというのは、言葉のブレもなく、日本中でみんなそれは従ってるんですよ、その儀式は。要するにキリスト教のじゃあ食事の前のお祈りって、宗派だったりとか、いろんなこの国によって言う内容とかも変わったりするんですよね。先祖にありがとうっていうところもあるし、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんとか、なんか知り合いの名前をずっと呼び続けるとかっていうのも、国によってあったりするんですけど、っていうなんかその食べる前の儀式って、割とその民族とか地域性によって全然違うんですけど、神社とか寺という宗教バリバリなところの儀式自体はすっごいバラバラなのに、いただきますだけはマジいただきますっていう、その中で謎の統一感があるんですよ。だからそこで考えると、多分日本人は、日本人宗教観というのが上にあって、その下に仏教とか神教とか、で、ここら辺にキリスト教とかがあるんですよね。なので、その日本人宗教というのをみんなが信じていて、で、その日本人宗教にたまたまこうパーツとして持ってった仏教的な儀式とか、その例えば人が死んだら仏教的な儀式でやるし、なんか結婚式とかだとじゃあ神社的な儀式でやるし、で、年末年始だと神社的な儀式でやるし、結婚式はキリスト教か、結婚式はキリスト教の時でやるし、みたいな感じで、そのいろいろなところの宗教をつまみ食いをしているというのは、いろんな宗教を渡り歩いているのではなく、あくまでその日本宗教というのがあり、その中で都合のいいものを利用しているっていう感じなんですよね。多分僕の認識だと。だからイスラム教徒の人たちっていうのが、もともとその、じゃあ、ユダヤ教があって、キリスト教があって、その後にその、イスラム教というのが広まってきたので、ユダヤ教だったり、イスラム教の儀式みたいなものが、結構その、イスラム教の中にも入ってたりするんですよね。
で、その日本教でいくと、例えば、じゃあ、子供の日って何の日でしょうっていうので、子供の日がっていうのが休日なんですけど、あれがじゃあ、なぜ休日なのか。で、なぜ子供の日は休日なのかっていうので、子供の日という説明だと、実はちゃんと説明つかないんですよ。あとね、勤労感謝の日、あの日もね、説明つかないんですよ。そう、正解はね、子供の日じゃなくね、端午の節句っていうね、もともと、中国とかにもあるんですけど、その宗教的な、これから作物的なものを食いますよとかっていう、宗教の儀式を行う日だったんですよ。新嘗祭とかが2月だっけ？その勤労感謝の日の10月とかも、もともと日本の神教の宗教の儀式の日なんですよね。で、とりあえずだからその宗教の儀式の日を休日にしようっていうのに決めて、その休日であるところを宗教的な理由でなんか休日の名前つけるとよくないから、じゃあ無難ななんか子供の日とか勤労感謝の日っていう後付けでとりあえずなんか中立的な名称をつけたっていうぐらいで、なので割とその日本人って結構その日本宗教観のものでこうスケジュールだったりとか、そのいただきます的な感覚だったりっていうのが決められているという話で、なのでそのタイトルに戻ると、そのコートコスパ以外の価値観を持つ人は食べる前に何か言うなんですけど、食べる前に何か言う民族ランキングでいくと、多分日本人が世界の中でトップレベルで割合高いと思うんですよね。もちろん一人暮らしでもいただきます言いませんって人もいると思うんですけど、例えばじゃあそのなんかアメリカとかフランスとかってなんかキリスト教強いじゃんって言われるんですけど、食べる前にキリスト教のお祈りをしながら食べる人って多分ね2割も切るんじゃないかなっていう感じで、実はその宗教的な儀式というそのいただきますを毎日やってる割合でいくと、中国とか儒教系のところも基本的にもうやらないので、実はその宗教的な価値観というのは日本の中ではかなり強い割合を占めているのではないかなっていうのが暇な時に考えたことなんですけど、なのでこうタイトル回収でいくと、その日本人っての自分たちは宗教的な価値観持ってないよねっていうふうに割と思いがちなんですけど、そもそも論食う前に何か言うやつはみんな宗教的な価値観だよね。でいくと日本人ってかなり宗教的なところに寄ってるよねっていうことなんじゃないかなという個人的な考えを今酒飲みながら口に出して言ってみました。なのでその要は宗教の人って法律よりも宗教的なその禁忌に触れることの方が悪いことと捉えるじゃないですか。例えばその国によって、例えばじゃあイスラム教徒の多い国で豚肉を食べても別に法律上何の問題もないんですけど、でもイスラム教徒の人にとってみたら豚肉を食べさせられるとかはめちゃめちゃ悪いことなわけですよ。なんでお前俺に黙って豚肉食わせたんだみたいなので、それで仮に殺されたとしてもイスラム教徒的にはいや勝手に豚肉食わせたらそれは怒るよっていうので、割と同情の余地が生まれてしまうんですよ。要するにその法律よりもその宗教的な禁忌タブーの方が重要であるっていう価値観なんですよね。でも日本人で別になんかこれ食べてって言って食ったらそれが豚肉でしたとかでブチ切れて殺されましたって言ったら、いやいやいや どうしちゃったのってなるじゃないですか。宗教的な価値というのは法律よりも超越するっていうのが、その宗教的な価値観を持つ人なんですよ。はい。で、じゃあ日本の場合不倫は法律に触れるでしょうか。こう飲みやすい、さっぱりしてて、今飲んでるジェフっていうビールじゃなくてね、LPF、ホッピーラガーって全然違うやつなんですよね。というわけで、世界でいくと、不倫って合法なんですよ。不倫って合法なんですけど、でも、不倫をした人って、社会的には完全に抹殺されますよね。今でもテレビに戻ってこれない、アンジャッシュ渡辺さんとかだったり、東出なんとかさんだったりっていうのは、やっぱりその、法に触れてはいないんですけど、宗教的な禁忌に触れてしまったんですよね。なので、その、要は、法律上は、何の、そこまでの問題ではないよね。例えば、その、未成年がお酒を飲むとか、未成年にお酒を飲ませるとかって、あれ法律違反なんですよ。でも、大体の大人って、身の回りで正月時とかに、18歳とか高校生とかに、まあ、飲んでみないよとか言って、おっさんが酒飲ませてるとかって見てるじゃないですか。あれ完全違法行為なんですよ。でも、別になんかそれ気にしないじゃないですか。で、居酒屋とかに大学生が行って、大学1年生でまだ19歳ですっていう人がお酒を飲んでたとしたら、それ完全に違法なんですけど、でも、まあで許されるじゃないですか。でも、不倫は合法なんですけど、もうそれがバレると、日本社会からは、はい、この人はもう日本社会の仲間とは認めませんっていうので、こう排除されるっていう
ていうのが、これが要は法律よりも宗教的な価値観が上位の社会で起こることなんですよ。法律よりも不倫をしてはいけませんということの方が重要である。なので不倫をするんだったら私たちの社会から追い出しますよ。でも未成年が酒を飲むは法律上決まってるけど、まあ未成年がタバコ吸うでもいいんだけど、法律上決まってるけど、でもまあそれくらいあるよねみたいな。なので法律は破っても良いけども宗教的タブーは破ってはならないっていう価値観を持ってる人って、それは宗教を信じてる人ですよねっていう話なんですよ。なので日本人の多くは実はその自分たちが宗教だと思っていないものというのが、他の価値観からすると、うん、それ宗教だよねっていうものを割と信じてるっていうのがあるんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、何か起こる可能性があるとすると、小池さんが都知事選で負けた時ですね、石丸さんっていう手もそれなりに行く可能性あるんじゃないかなと思いますけども、正解答えないと思います。次の総理大臣は岸田さんじゃないですかね。結局日本人の国民性で新しいものを恐れる割合というのがだいぶ高まってる気がするんですよね。国民性にもよるんですけど、過去悪かったとしても、でも別に何かが変わってしまう変化の方が嫌だよねっていう風に考える人って結構多いんですよ。なので良くなるかもしれないけど悪くなるかもしれない、であれば変化ということ自体が嫌なので、じゃあ変化しない方がいいよねっていう風に、割と年を取ってる人ほど思いがちなんですけど、有権者の平均年齢高いので変わんないだろうなと思うんですよね。要するに自民党の支持率がめちゃくちゃ下がってますと、で 20% 切ってますって言ってるんですけど、立憲民主党の支持率も 10% 以下とかだったりするんですよ。要するに政権交代というのは与党よりも野党の支持率が上がった時に起こるんですよ。なので自民党の支持率が 20% でした、立憲民主党の支持率が 21% でした、であれば起きるんですけど、残念ながら半分以下なんですよ立憲民主党。もう一つのパターンとして、野党が連合した場合、10% が立憲民主党で 8% が維新で、で残り 3% がじゃあ国民民主党とか令和とかで、で全部足したら 21% だよね、自民党より大きいよねっていうパターンの政権交代っていうのが、まあ昔新党先駆けとか社会党とかっていうので自民党に勝った時に野党が結託して多数を取るっていうのがあったんですけど、残念ながら今全部足せないんですよ。維新の会は立憲民主党と組むぐらいだったら自民党と組みますというのをほぼ明言してるんですよ。で、国民民主党も立憲民主党と組むぐらいだったら自民党と組みますっていうのはほぼ明言してるんですよ。なのでそうすると、立憲民主党と組むというのがないとすると、維新と国民民主党と、じゃあその令和とか NHK 党とかを人からげにして集めたとしても 10% ちょっとなんですよ。やっぱり自民党の 20% は超えないんですよ。なので数字を見てる限り政権交代は残念ながら起きません。まあこれが残念ながらなのか喜ばしい話なのか人によるとは思いますけど、ただおめでとうございます政権交代起きないんですよっていう話なのか残念ながらなのか人によるんですけど、まあとりあえず起きませんと。自民党内で岸田さんを下ろして他の人ができるかっていうと、一般的な人気でいくと鳥取の石破さんが一般的には人気はあるんですけど、自民党内の政治家の中だと人気がないんですよ。で、基本的には自民党の党首というのは、政治家の票で決まるんですよね。一応一般の党員も投票あるの権利はあるんですけど、票としてはだいぶ小さいので、自民党の政治家が、基本的には総理を決めるという、総理というか自民党の党首を決めて、自民党の党首が、自民党の総裁が、総理大臣になるという構造なので、なので、今の段階で、まあ、仮に総裁選があったとしても、まあ、岸田さんが通るよね、で岸田さんがそのまま総理大臣を続けるよねっていうのが可能性として一番高いんじゃないかなと思うんですよね。何か起こる可能性があるとすると、小池さんが都知事選で負けた時ですね。小池さんが都知事選で負けて自民党じゃない人が都の運営をやって、結果として良くなったよねっていうのを体感として得られた場合、要するに小池さんって自民党公明党派閥なんですけど、自民党の党員の資格を持ったまま東京都知事選に行ったのかな？
まあ、今、党員の資格失ったかわかんないですけど、それがじゃあ他の党の人がやって、うまくいったとしたら、じゃあ、日本全体も自民党じゃなくてもいいんじゃないっていう可能性が上がる場合もあると思うんですよ。もちろん上がらない場合もありますけどね。だから仮にじゃあその東京都知事で、そのヘズマさんが勝ちましたと。ヘズマ流東京都知事ですって言って、ヘズマ流さんが、もう税金ゼロにするわって言って、東京都は消費税ゼロです。所得税もゼロですってなって、で、そうすると、めちゃくちゃ儲かると思うんですよ、東京の会社。東京税金ゼロだからって、日本中から、東京住みたいっていう人が来て、東京の地価めちゃめちゃ上がると思うんですよ。家賃収入もすげえ増えるので、もともと東京に住んでる人たちとかは、おお、なんか、その、家賃の収入も増えるし、全然住んでないところから人が増えて、で、商売やってる人も、なんか、八百屋とかも人口増えるから、めちゃめちゃ売上上がるんですよ。なので、めちゃめちゃ景気いいじゃん、東京っていうのになって、で、法人税とかもバンバン上がるけど、法人税払わなくていいっすってなってるから、法人税、まあ、法人、都民税の分はね、払わなくていいになってるから、その東京都の会社もめちゃめちゃ儲かったわ、金あるわって言って、キャバクラとか行ってすげえ金使って、風俗とかにお金が回って、東京超景気いいよねってなった時に、あれこれ今までの自民党なんでやんなかったの？これ日本中でやればいいじゃん。っていう風になる可能性があるんですよ。でも自民党がやらなかったよね。じゃあもう自民党じゃなくて、税金ゼロにしますってやつに任した方が面白くね？っていう風に、庶民も思い始めると思うんですよね。っていうぐらいドラスティックなことをやれば、ひょっとしたら変わるかもしれないですけど、既存の政治家の人がやったとしても、別になんか税金ゼロにしますとか言わないから、だからその可能性があるとしたら、山本太郎さん？山本太郎さんって都知事選出るんだっけ？なんか一応消費税ゼロにするって言ってるから、太郎さんが出たら、東京都の住民税ゼロにするとかっていうのをやるかもしれないですね。なのでまあ、それくらいかな？もし日本が変わる可能性があるとしたら。それ以外は基本的には変わんないんじゃないかなと思いますけど。なので基本的には何も変わらないというふうに思っていただければいいんじゃないかなと思います。はい。自民党じゃなくなるとアメリカが都合が悪い。そうなんですよね。アメリカの政治家で日本の政治家とちゃんとパイプを持ってるのって民主党のごく一部と自民党しかいないので、アメリカからするとちょっと困った事態になったぞというふうに思われる可能性があるんですよね。なのでそういう意味でいくとアメリカを敵に回す可能性があるので、一回政権交代としたとしても結構短い時間でまた元に戻るんじゃないかなと思う。真偽不明で本当にあった話かわからないんですけど、前にも生放送で僕生配信で言ったことがあるので、これはデマかもしれませんという前提で、聞いてください。某、H 本龍太郎さんというのが総理大臣だった時に、アメリカの、なんだっけ、年次なんとかなんとか書っていう、これ日本でやってくれよっていうのが、毎年毎年紙が来るんですけど、それを確か断ったんですよね。断ってそれやんなかったんですよ。その結果、娘さん拉致られて暴行されたんですよね。それが結局日本では犯人誰だかわかんないっていうことになったんですけど、なんか動きからすると明らかにこれ米軍の特殊部隊の人がやったんじゃねえのっていうぐらいの手際の良さで、結局犯人わかんなくてうやむやになったっていうのがあるんですけど、でこれこれデマかもしれないので、デマだったらすいません。ただ日本ってそういうのが容易にできる国なんですよ。窓ガラスが、まあ、割ったら普通に入れるよねっていう家にみんな住んでるじゃないですか。だからマンションの1階とかって本気の人たちが来たら窓ガラス割って入って犯罪やって、で、さらっと逃げてもうその国からいなくなりますって言ったら捕まえようがないんですよ。っていうので、本気で犯罪をやろうとする人に対してめちゃくちゃ弱いんですよね。で、これが、街頭演説ってアメリカの大統領やらないじゃないですか。なんでかっていうと危険だからなんですよ。でも日本の総理大臣って街頭演説やっちゃうじゃないですか。本気でじゃああれなんとかしようと思ったら、やっぱり事件になっちゃうんですよ。でも日本って島国なので、そういうことやらないよねという暗黙の了解で生活しちゃってるんですよ。総理大臣ですら。なので、本気でこの人たちが何かやろうとしたら、どんなことができるかというのに対処の方法を持ってないんですよ。なので、アメリカを敵に回すと結構なことが起きてしまうよねっていうのは可能性としてはあるんじゃないかなと思うので。なので、仮にそのアメリカに反抗するような総理大臣が出てきたとしても、あんまり長持ちしないんじゃないかなというふうに僕は思ってますけども、はい。公約を守らない人が受かっちゃうのは、なんか長期的に見るとどうかなと僕は思うんですけどね。公約をその実現しなくてもいいよねってことになっちゃうと思うんですよね。小泉進次郎さんって結構人気あったじゃないですか。で、あの人環境大臣になった以降、多分何にもしてないと思うんですよね。何にもしてない人が人気あるっていうのになると、政治家って何にもしないのが勝ちになっちゃうんですよ。なので小池さんも何もしない
ないし、小泉さんも何もしないと。っていうので、その、何もしない人ばかりが受かって、ちゃんと頑張って仕事をする人は受からないっていう状況になっちゃうんですよ。要は、仕事をする場合って、6割の人が幸せになっても、4割の人が不幸になる場合があるんですよ。要は、政治って選択の問題なので。そうすると、その4割の人は文句言うんですよ。ってなるので、仕事しないと、誰も文句言わないんですよ。だって変えてないんだもん。でも、誰も幸せになってないんですけど、ただ文句を言う人がいないと。っていうのになるので、今の日本の場合って、何もしないっていうのが一番得なんですよね。ただ、それを、その是正した方がいいと僕は思うタイプなので、その公約守らない人は受からない方がいいんじゃないかなと思うんですけど、都民の人は公約守らなくても受かった方がいいと思うみたいなんで、まあ、これは続くんじゃないでしょうか。ゆり子はそういうのうまい。まあ、割と小池さんはそのスタンスをギリギリまで決めないっていうのをやりますよね。なので、築地の、魚市場を豊洲に動かすっていう時も、その豊洲に動かすのに、結局、まあ、最終的に豊洲に動かしたんですけど、豊洲に動かすまでに2年ぐらい伸ばしたんだっけ？安全だけど安心ではないみたいな感じで、なので割とその判断をギリギリまでこう引っ張り続けて、でまあさすがにこっちだよねって情勢が分かってからこう乗るみこしを決めるっていう、そういう感じの判断遅い系の人なんじゃないかなと思いますけど。なのでまだ状況が確定してない段階で強気で攻めるみたいな、ちょっと拙速的なことはあんまりこう小池百合子さんはやんないんじゃないかなと思いますけど。売り言葉に買い言葉みたいなのあると思うんですけど、売り言葉に買い言葉に乗っちゃってる時点で得がないんですよね。自分の発言がどういうメリットがあるかデメリットがあるかって考えた時に、売り言葉に乗ることによってファンが増えるとか支持者が増えるとかプラスの要素が僕が見る限り一切ないんですよ。まあそのコメントで煽り体制低いんでしょっていうのは、まあまあそうなのかもしれないけど、もうおばあちゃんじゃないですか。だからさすがにこういろいろ煽られ続けて早何年だと思うんですよ。なのでその強気で行った時に得をする時に強気で行くのは僕はありだと思うんですよ。そこでそのなんかファンがすごい増えるとか、例えば選挙中とかって割とその相手陣営を強い言葉で攻めたりとか、あそこのやつはひどいやつだみたいなの言ったりするとかっていうのは、割とそれはその有権者にとってどっちのサイドにつくのかとか投票してもらうとか、有権者側にスタンスを決めてもらわなきゃいけないので、その強い意見を言うことで自分のその言ってる意見が通りやすいっていうのがあるんですよ。要はその中途半端な何も言ってない人だとニュースにならないので、割とその尖ったようなことを言ってそのニュースになるようにするとかっていう、まあ、炎上マーケティングなことをやった方が得な時期もあるんですよ、政治家にとってね。その選挙戦の時であるとか、なのでそういう時に強気なことを言って地目を集めるのはずれると思うんですけど、今回その強気に行く理由が全く分かんなくて、そのこういうのがありますって言ったら、じゃあちょっと分かんないで確認しますって言って、次回確認してから返答しますっていうだけで全然いいと思うんですよ。それで別になんかほらなんか岸田首相が検討しって言われるように、その後回しにしますとか確認しますとか検討しますって言ってても、それ何の問題もないじゃないですか。なんであんな切れ方すんのっていうので、